さあ前回の続きをやっていきますよ。まだまだやり込んでました。何を思ったのか、米一粒一粒をサブスタンスデザイナーで作ろうとしている時がありました。今思えば相当わけわかんない行動です。で、結果だけ先に言いますが、これが最終成果物となり採用となりました。やっぱり一粒一粒丹精込めるのが最高品質なんだなぁと。楽してご飯を上から撮影したもので作ってやろうなんて甘かった。規則的に並べたご飯粒、ランダムに配置することでご飯を再現しようとしたんです。この方法のメリットは、米一粒の質感をきっちり再現できれば、全体的にしっかりとしたマテリアルを作ることができる点でしょうか。この濃度構成の全体図は後で別途公開しておこうと思います。なんならこのサブスタンスプロジェクトファイルも公開しちゃうかな。なんかですね、こういう風にアニメーションマップみたいなのが生成できるんですよ。ランダムな楕円を生成してやって、右上をマスクで描けるようにすることで米粒を再現しています。
曖昧みたいだけどそれっぽいのが浮き出てきたでしょう。もうちょっと粘土というかねっちょり度が欲しいですよね。米同士が重なっている様を再現してみる。あ、いいじゃんこの透け感。さっきの透け感が一粒ごとに表現できれば結構期待通り。この辺りから地獄のループが始まります。ノーカットで晒します。気に入るまで延々と試行錯誤をするんです。ものの数分で終わることもあれば何日もやることもあります。なんだか抜けきれないプラスチック感。さっきの透け感の再現方法が思い出せないでいます多分。わざと大げさに表現してそこから現実的な表現に緩くしていくアプローチをとってみます。細長すぎんの米から、
やっぱりタイ米みたいになっちゃうな。日本米はもっと丸みが強いですもんね。でもまあ裏を返せばタイ米はこれで良いって話なんですよね。海外サイトで売れか。透け感再現できた。いけるいける、もう少しだ。今思うとこの辺りが割と最適解に近かった気がしてきました。これだとちょっとタピオカ感が出ちゃいますよね。なんかこれだと冷めたご飯っぽいですね。ああ、こっからが難しい。地獄のループ PART に入ったな。おにぎりメッシュで確認してみますか。
なんか新しいことやり始めましたね。多分米粒の形状のバリエーションを増やしたかったっぽいですね。いよいよクライマックス。米ってね、よく見るとちょっとだけ黄色い。古い米とかそういうのではなくて、
ヨークと観察すると気づけます。ここに来てまだ納得していない様子。新鮮で美味しそうな炊きたてのご飯を出すには、一粒が美しくなくてはならない、みたいな気づきがあったような記憶です。終わるか？終わるのか？
ここでひらめいたのです。トランスルーセンスが足りないんだって。この日はここまでで断念。翌日、左のプレビューが電子顕微鏡で見た乳酸菌みたいになってて気になる。答えが分からなくなってきちゃったんで、なべて写真に寄せる作戦に変更。ね、色温度は考えないにして、こう見ると、実物がいかにオフホワイトというか黄色っぽいか。
納得いかなきゃ原点に帰れってか。
画像出力してみようかな。悪くはないと思う。うん、拡大しても悪くないと思う。このあたりが落としどころでしょうね。もう良くならなさそう。この日はここでおしまい。さて、仕上げです。
コントラストを上げすぎていたのを下げたらちょうど良くなりました。いかがでしたか。今回の PBR マテリアル制作配置からやってしまったので膨大に時間を要しましたが、満足が得られる成果物になればまあ良いでしょう。今日はここまで。ご視聴ありがとうございます。